始まりました。ついてる？ついてるか？ということで、私立ち行く公約マガジンのポコミとしてやってるんですけれども、この番組は私ポコミが他力本願でパチンコ運を上げてついてるガールになるためにミッションを達成して、ご当地グルメとかなんかご当地スポットとか堪能して運を上げちゃうぞっていう番組です。いや、他力本願っていう言葉が出ると思わなかった。完全に他力本願でしょ、こんなの。運を上げてもらうために頑張ってますからね。何かの見えない力とか物に頼って、人の考えたよくわかんないオカルトとかを信用して頑張ってます。バカにしてます。頑張ってますよ。令和一発目です。ああ、そうだ、おめでとうございます。令和元年ね、なんか年末みたいになってましたね。年末みたいになってました ね。カウントダウンの時何されてました？いや、カウントダウンの時YouTube 見てたんじゃない？普通にYouTube 中2 だってその日誕生日だったんですよ。ああ、そうです。平成最後の日が誕生日だったんですよ。すごくないですか？かっこよくないですか？20いくつ？20歳になりました。やっと。今回のミッションですけど、はい、何でしょうか。はい、平成でできなかった目指せ大当たり総ラウンド数100ラウンドのリベンジ。おお、できなかったですね。ね、2回ほど挑戦してダメでしたから。でも009あんだけさ、初当たりでさ、ちゃんと ST 入ってるのね。ね、ついてなかったね。いやー、いろいろ手は尽くしたんですけどね。いや、でも言うても令和ガールなんで。ね、どういうこと？わかんないけど。令和ガールってどういうこと？とりあえず令和ガールじゃないですか。ついてるガールになるために頑張ってるけど、令和を生きてる。みんな生きてるよ。みんな生きてるよ。生まれは昭和だけど。もう完全に二十歳じゃなくなったよね、その時点で。お、今日も素敵な T シャツ。そう、今日はね、こんな感じなんです。猫、何を招いてるか分かんない猫、何を招く気なのか分からない。書いてあるじゃないですか、服、猫を招くって書いてあるじゃないですか。招き猫でね、こうちょっと T シャツ黒いと思わなくて、ね、インナーも黒着てきちゃって、下も黒で、今日カラスみたいになっちゃったんだけど ね。いや、もう靴が素敵で、それ昨日ディスったもんね。靴が素敵、吉田君、靴が素敵だな。素敵あの顔ね、顔無の、何の感情もない顔でおしゃれって言われましたけど。じゃあ行く？うん、ダーダー喋ってもそんな使わないで。じゃあ結構。大丈夫です。抽選したのに一番後ろだったよ。知らなかったよ。あったあったあった、出た出た、いいね、出た出た、あったよ。やっぱりね、自分の好きな台を打つっていうの大事だと思うんですよ。ランク2であげるか。さあ、というわけで愛があれば伝わるんじゃないかと思っております。キューアップ、キューアップの話しました。僕全然わかんないです。何が？え、いつもしてなかった？キューアップって突然言われてちょっとびっくりした。急に言われてちょっと引いちゃった。どうしたんですか？わかんない、 OK で OK。 来た、お、急に来た。ニュースジフラッシュ白、
まあ、赤だと 70% オーバーで激アツで、白はそんなに熱くないんですけど、でも大当たりに絡むんで、あ、出た、絶対来た。これ仕事人でいう夜背景ぐらいのシーグライドあります。3回に1回ぐらい当たります。前作もそうですけども、 Z ガンとか入賞時フラッシュって結構街演出の一つだったんで、これねワクッとしてますよ私は今。まあ結構ね新演出はあるんですけど、基本的な流れは前作と一緒で、リーチもね成人系のリーチは本当に全く同じなんで分かりやすいですね、前作打ってる方は。さあ連続予告3回、保留、まあ、緑でもねリーチ中のチャンスアップ次第では当たる台なんですけど、あとこの今回保留が緑の上、前作は赤だったんですけど、その間に今紫保留が今回あるんで、そこを注意です。ブラキオさんとか鬼星人は超転送マストなイメージ。タイトルとか文字の色赤、まあ、G 文字のチャンスアップがあるんですけど、今のところない出てない。ただ Z が落ちてるんで後半には行くと思うんですよ。この後なんだよな、一応新演出としてボタンが出てカットインが出る予告が今回あるんですけど、もう最悪条件がもう赤カットインです。緑と紫カットインはもうやばい、まあ、あとはガンチフラッシュが出たりとか赤保留になったりとかします。ここ、これ緑色、いやーやばい、これはやばい。まあ前作で言うと何にもチャンスアップがないみたいな感じですよ。これはやばい、当たったらラッキー。これこれ、これは納得ですよ、しょうがない。一応予告的にはドキッとできたんですけどね、こう当たりのスタートラインに立ったかなみたいな感じはあったんですけど、発展してからちょっと弱かった。こっちでリアクションすればよかった、忘れてた、もう視界に入ってなかった。これが下だな、しかしだいぶ、なんでこんな下なのよ、場所があれでしょ、そう、あれ、あ、ほんとよ、くっつけないの、だいぶ下だな。女の子は下から取られるのはあまり好きじゃないのよ。さあというわけでスペックの方を説明していきます。大当たり確率が約1/319のミドルタイプで、各辺突入率継続率ともに 60% の各辺ループタイプですね。で前作と同様本体ラッシュ搭載してます。初回、まあ、へそ保留からだと 30% が小当たりラッシュ突入の超ガンツボーナス3000ですね。大当たりで10ラウンドになります。でもう 10% 10ラウンド確変の大当たりがあるんですけど、これは小当たり1つ目ということになります。で残りの 20% なんですけど、確変の割合4ラウンド確変になって、これが、サバイバルチャンスに、まあ、要は時短の可能性があるモードに行っちゃうので、まあ、内部確変、まあ、潜伏確変ですねになっちゃいますね。なのでサバイバルボーナス、図柄が揃ってサバイバルボーナスになったら4ラウンドで確変か時短かわからないという感じです。まあ、でも100回転目にね、100回転までハマったら101回転目からは確変だった場合は確変にちゃんと突入するので大丈夫、うん、で電柱保留だと今度超ガンツボーナス、これが 40% に割合が増えるので、もう半分以上が小当たりラッシュなんですよ。当たりが前作よりすごい割合が増えてて結構引けるんですよね。だから逆に普通の確変の方が私あんまり体感してないぐらい
でさらに小当たりラッシュの出玉性能も前作とほとんど変わらない、むしろちょっとアップしてるぐらいで、100円中の大当たり確率も約99分の1、前作より当たりにくくなってるんで結構ハマるんですよ。だから100ラウンド結構ありますよ。要は100いってくだちになればいいですよね。だからしかもあの初回、まあ、へそからの大当たりで通常大当たり後は下100回つくんで引き戻しもね期待できるから、私スペックはこっちの方が好き。ネギ星人吉田くんそっくりじゃない？ネギ星人吉田くんにそっくりじゃない？あ、ちょっとわかるみたいな。そういえばかわいそうなんだよな、ネギ星人。ただネギあげるって言ってるだけなのに殺されちゃって、ただこうやってネギあげますって言ってるだけなの、かわいそう。私だったらもらってあげるのに、ありがとうね。あ、ワープした。あガンガンゾーン、ガンガンガンゾーンに行けばチャンス、最終的にガンズゾーンに行けば熱い。あー、来た来た来た、ガンガンガンゾーン来たよ。何、ちょっとワクッとしてるよ。弱い、チャンスアップきた。超転送、超転送きた。とりあえずはいいですね、超転送アタックも欲しい。まあないけど、まあ超転送あるだけでまだマシ。熱い熱い、まあ、今回も前作と同じでチャンス文字、まあ、激アチ文字、まあ、赤い月チャンスアップ同じです。おいおい、この高保留来たよ、赤の。これは当たってもいいやつ。あれ、あ、違うか、びっくりした。いや、これは最終煽りで何も出ないけど、いや、これはいいんじゃない。おお、急に来ましたね。ガンガンゾーンに入ったとき全く当たる気はしなかったんですけど、そう、ちゃんとやっぱりね、当たるときはね、分かりやすい。ガンツはあんまり期待裏切らない。ただサバイバルボーナスなので、まあ、通常の可能性もある4ラウンドあたりですね。これはとりあえず当たった、まあ、今回もこのゲート通さない限り大当たり始まんないんで、まあ、トイレとか大丈夫です。サバイバルチャンス100回、まあ、赤だと内部的な確変期待度が高くて、金だと内部確変濃厚。こい、あ、緑でも、緑でも全然なんだろう、で、絶望のほどではないですね、私体感でですけど、なんだろう、正直引き戻してるのか内部確変で引いたのか分かんないですけど、なんか結構引けてるんで、この緑でも引きがいいだけなのかわかんないけど。で、このサバイバルチャンス中は、あ、赤保留になれば熱いんだけどな。一応前作と同じ、確変中と同じで、成人、戦う成人同じですね。鬼成人、知らぬさん、千手観音、どうなったりだっけ、あと地図成人同じ。サバイバルチャンス中なんですけど、ルシファーの煽り、多分なんか羽みたいな、多分煽りかな、煽りが出た時点で内部的に確変状態が濃厚です。あとはテラリフィオンに
まあ、もちろん勝ったら超感知ボーナスですけど、勝てたらその時点でも内部確認濃厚です。あ、緑か、赤が欲しかったけどな。さあ来ましたよ。ちょっとチャンスですね、これはね。とっとっとうとっとうこれ当てたいぞ。頼む、頑張れ。いける気がする、いける気がする。さあダメ？あー悔しい。内部確変であってほしいな。結構ね、内部的に確変だとしても本当大当たり確率が99分の1なので、意外とやっぱり100回転の、まあ、分岐まで行くことは多いです。さあもうすぐラスト100回転目。この後ですね、通常モードに戻るか、それとも継続するか、まあ、継続したら確変状態だったってことなんですけど、これね、上の画面に、ね、こうなったら確変だ。これはやめて、これはやめてね。あー嘘。というわけで通常渡りということが判明いたしました。あ、ロゴフラ来ましたね、赤。これも新演出。あ、セットガンも来た。さて、この展開次第ではね、全然当たりに絡みますからね、ほんと、Z ガン。あ、煽りある。超能力煽り。まあ、成功すれば超転送。行くでしょう、これは。これはいいよ、流れが。これね、ほんとガセばっかりなんですけど、こういう時にね、行ってくれたらね、やっぱ嬉しいですよ。さて、お願いします。本当にアタック、アタック来い、アタック。来たー。いい。まあそのままだいたいこの数字が信頼度にだいたい、まあ比例します。50はちょっと低いな。ブラッキオさんだよね。いやーまあでもまあまあ、あーでも赤テロップある。紫、いやでもわかんないな今回。ドデカオリュー、まあ、普通の方のドデカか。あとも最終煽りで前作にもあったガンツ文字があるとも 90% でガンツフラッシュが、あー出た、これはもらったよ、これもう熱いもん。でガンツフラッシュだったら大当たり濃厚です。これもらったでしょ、よーし今回のねガンツ文字はね本当熱いんですよ。カットインとちょっと似てるんですけど、まあ、最終煽りで、まあ、前作と同じタイミングで 出るのがガンツ文字の方。よし、またサバイバルボーナスだけど確変であることをちょっと祈りましょうかね。
赤、赤欲しいな。まだ見たことないんです赤。ああ緑、引き戻したいですね。まあ格変の可能性もありますけど、引きたいな、抜けたくない。おお、Z が落ちた。鈴木、今日か。欲しいな。はい、誰か誰だ。ああ当てたい。赤保留、赤保留欲しいな。どうですかね。勝ちよ、勝ち、勝ち。ついてる、ついてる。何でしょうか今回は。うわ、出た出た、豚バージョン。え、豚のかぶり物。豚は昔から縁起のいい動物とされてきました。飼育されている豚は人間が食べ残した食べ物を餌として食べて育ち、最終的に大きな富となります。このことから小銭を集めて大きなお金となる貯金箱に使われるようになったり。そうなんだ。多産な動物あり、子宝に恵まれることから財産に恵まれるとも言われています。ということで豚になりきれば金運アップ間違いなし。なるほど。できてる。そう、顔が見えない。ちょっと待ってよ、こういうのすごい重いんだけど。あ、でも下から撮ってるからほら豚の顔見えない。これどうにもなんないんですか。無理か、豚っぽくない全然。え、5ミリブー、罰ゲームじゃん。開運っていうか、あ、なりきる。分かったブー。あ、吉田くんだぶ。吉田くんが来たぶ。そっくりだぶ。これすごい寒くないですか。私大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうすぐ200ぶ。何も起こらないぶ。こういう時はね、だいたい妄想モードに入ってる時はその女の子の絵で見て癒されて、当たってない間も別にいいかなと思えるんだけど、もうこうなったら何も起きないからずっとこのモードでやるぶ。私の一番の癒しモードだぶ。この女どもをね、豚の目線から見てやるぶ。メス豚どもが、お前だよ。お、この点滅放流で入賞地フラッシュが来たブー。青保流だブー。 Z が落下してほしいブー。おっと、来た、ブーブーブー。
果1個 60% オーバーぐらいの予告が欲しい分 50% オーバーでいいや。チェッカー柄系みたいよ。30%ぐらいかなーっていう感じ分。たけしいないし、たけしとか Z ガンこの後出すだけでも 60% 以上急に跳ね上がる分。あっ、今日超転送聞いた分。わかんない分。バイバルボーナスだけど、あの終盤のガンツフラッシュは大当たり濃厚なので、ボタン押しでガンツフラッシュが出れば激アツだけど、吉田君の OK が出たんだ。これ金が欲しい分、赤でもいい分。もうここめちゃくちゃ大事だから、すごい舞台になりきって頑張ってって言われた分。私は家畜にして養ってほしいと 思ってもらえるように頑張る分。よく分かんないこと言っちゃった分、もう混乱しちゃって。引いた分、これは4ラウンドですね、
まあ、まだ確変の可能性も残ってますけど、要は確変中だったら終わるときはこの演出で終わるっていう 5% かな、確変の可能性がある、ほぼほぼ通常。結果発表も何もないわ、もう何はきょん何これ、格変だもん、格変ダブ、これは格変ダブで、リベンジチャンスは時短20もしくは100もしくは内部的に格変のどれかダブで、格変の可能性が 5% あるブで、20回のタイミングで、20回転目ですね、タイミングでで、サポが継続するかどうかの演出分岐が訪れる分、そこで継続すれば時短100もしくは潜伏学園が濃厚ダブル、しかもその時点で潜伏学園の割合の方が多いからとにかく熱い分、ここ20回転目の分岐、ここで妄想モードに行かなければ熱い熱い分いけぶん、マストダブ、これがあればとりあえず信頼度はもうそんな下がってないと思う。これのおかげ、二人なりきったおかげダブ、すごくないか、これすごい堅くなにサバイバルボーナスだけど、来い、あ、すいません、来い左なんかな、でもなんかさっきのサバイバルチャンス、あ、引き戻したときね、抜ける前に当たったやつ、ダメな当たりのやつ、あれ早かったからもしかしたら切腹の可能性もあるとはちょっと期待してた分、気落としかもしれないけど、緑でもねまだ全然分かんない分、やばい、もうすぐで終わっちゃう分、こっちだブー、いやー、なんだろう
逆に。あ、外してもらう、外して。は？返してもらう。何よ、こんなのいらないわ。こんなもん。何？帰ってやるわ。あるよ。結果発表。発表。どうぞしてください。冷たいな。まずはですね、投資17,500円と結構なんか意外と使ってないんですよ。で出玉はあるわけないじゃんということで。風強いな。うん、風強いね。いつもなんか風、結構風強い時多い気がする。あなた風を呼ぶよ。風、そう。旋風を巻き起こす、ついてるガール。うまいこと言ったみたいな顔してるけど、全然やったらさ、結果言ってください。はい、わかりました。じゃあラウンド数ですけれども、4ラウンド大当たりを5回引いたので、20ラウンド結構頑張りましたよね。ミッション達成ならずね。吉田君、あなたがケタケタ笑いながら、このキャラクター吉田君が似てる、ネギ持った方がいい、ネギ持った方がいいね、吉田君。あ、ネギ持ってる。怖い。なやりたくもねえのやるのに自分で勝手、自分でやってる。パチコンフみたいなね、踊られてるんですよ。たまんねえよ。吉田くんがたまに出る名言、たまんねえわ。たまんねえわ。たまんねえわ。ということで、令和最初も残念でした。残念でしたけど、なんかもうネギ星人見れたんで、もうすごい満足。大満足。すっごいテンション上がってる。一番上がってる今。今日一。当たった時上がる。そう。もうジャンプしちゃったもんだって。映ってなかったと思うけど。いや、こっちで。あ、映ってる？映ってる？映ってないと思ってはしゃいちゃった。なあ、わざわざ買いに行ったやんな。次回6月の収録が予定が、あ、なんか決まってるらしいんで、そこでなんとか令和一番ついてるガールに、令和史上最強のついてるガールを目指して頑張っていこうと思ってますんで、皆さんぜひぜひ応援していただけると嬉しいです。てなわけで、もうないもんね。さっきさっさと東京帰れって言われたんで。だってブー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 言えって言ったじゃん。だってもう当たり終わったよ。まだブー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 、うるせえなお前は。ってハチマガスノマガの動画約3000本が見放題。ハチマガスノマガ TV、 松本バッチ、レビン、フェアリー、人気ライターや好きな機種の動画を一気に見られる検索機能も充実。ここでしか見られない撮り下ろし動画も続々配信スタート。ハチマガスノマガ TV で検索して今すぐアクセス。